はい、どうもグッチャンネルのグッチです。いや、8月入ってかなりね暑くなってきましたが、まあ、ちょっとこの夏乗り越えていきましょう皆さんで。で、今回ですね、まあ、結構最近いろんな高校とかに教えに行ったりとか、まあ、コメント欄とかでもねよくあるんですけど、スマッシュが速くならないっていうのを結構聞くんですよ。で、まあ、僕は別にその今自分のある状態からスマッシュを速くする方法は知らないけど、で、ここをどうにかしたらなんかなるんじゃないかなみたいなところ、結構高校初めの高校生の子とかで、まあ、ちょっと速くしたいけどスイングスピード速くすれば速くなりますかとかいろいろ言われてますけど、まあ、ちょっとそこじゃない視点で、スイングスピードっていう視点じゃないところで、まあ、何か伝えていければなと思ったので、まあ、なんか僕が考えてるよく高校生の子とか、まあ、始めたての子とかがやっちゃってる感じの例も出しつつ、まあ、こんな感じでやるといいんじゃないのみたいなのをやっていこうかなと思います。まあ、早速ちょっと一回やっていこうかなと思います。まあ、よくうまく当てれてない子とか速く速度が出てない子の例、一つ目、ラケットと肩肘が引けてない子がいたりするんです。一回やってみます。そう、てな感じで、このラケットがこの引けてない分力が伝えるのが難しかったり、球投げるのと一緒で綺麗に体を回した方が力は伝わってくので、やっぱここ閉じておくっていうのは良くないことですね。あと打点が前じゃなくてこの辺で捉えちゃってるとか、打点がちょっと低くなっちゃってる、低くてこの自分の上ら辺で打ってる子ってのもいたりするんですよ。ちょっとやってみます。そう、まず打点が低くて詰まっちゃってるので遠心力が使えてなくて、まず球足が伸びないのと浮いちゃってるから、その後ね、やっぱカウンター食らいやすいんで、できれば高くっていうよりは自分の前で、野球のピッチングと一緒ですね。この自分の体しっかり肩出して肘出して、でその後に手ラケットがついてくるみたいな感じで打てると、もうちょっと速くなるんじゃないかなっていうのが、でこれができるできないとかじゃなくて、意識するしないで多分変わってくると思うので、でやってあげるともっと球がグンって伸びていくようなスマッシュが打てるんじゃないかなって僕は思います。他の上手な方とかがどう考えてるか分かんないですけど、いや、僕はジャンスマとかそんなに得意でもないし基本やらないんですけど、やっぱりスマッシュ一つでもそうやって変わってくるとこあるんで、力じゃなくてこういう体の力の伝え方っていうのを覚えるだけで、もう本当に全然力なしでグッて伸びてくんで、まあ一回だけちょっと、僕あんまりフォーム汚いですけど、前に力伝えるのはそんなに下手じゃないかもしれない、わかんない、まあ保険かけてばっかりじゃいかんので打ちますね。普通に前目で捉えて、これね、横からってね、一番ね、自分のフォームがバレちゃうから俺苦手なんだよね。あとは、体を打ってる時にこの上下させない、この打って、動かすと基本取られた後も次、球返ってきちゃうから、やっぱりここの状態を安定させておく、肩をグッて前に持ってきてっていう動作ができると、この足が勝手についてくるんで、この自分の足の入れ替えも、入れ替えを意識しちゃうと、その後にこっちへの意識が難しいと思うから、まずは上半身の使い方を覚えてから、足をイメージしてあげると、スマッシュっていうのは綺麗に入って、安定してくるんじゃないかなって思います。肩前に出てるのに、肘が後ろとか、こう打ってる人もいたりするんで、できればこの流れ的にはこのこう来てこう来てこうっていうのがやっぱ理想っていうか、その形で入るっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなって思います。俺はどっちかというとスイングスピードの速さより肩をグッて前に出すっていう意識はめちゃくちゃ強い、本当に強いと思います。スマッシュとかもうロブとか正直クリアとかどの球を教えるのも正直肩のイメージを一番最初に伝えてる気がする。
さっき言い忘れてたんですけど、ここの振るっていう動作、なんか円運動みたいな感じで捉えがちかもしれないんですけど、どっちかというと僕の場合は自分が打ちたい方向に対してまっすぐこの肩、肘、手首、そしてラケットを持ってくってイメージですね。グッて前にでやってあげた方が思ったところにコースつけるし、しっかり球も伸びてくれるんで、このなんかね、カットとかもそうなんだけど、振るってイメージでやっちゃうとガシャったりとかするから、できればどの球もそこに持ってくってイメージ、スマッシュもクリアもそんなイメージでやるといいんじゃないかなとは思ってます。はい、21 正解ほらなはい、ということで、僕が考えるこのスマッシュのイメージを動画でお伝えしたんですけど、なんだろう、本当に多分いろんな人の考え方があるから、例えばリストで打つスマッシュとか僕はできないから、基本的にやんないし速さが出ないからね。だからそういうのはそういうのに詳しい方に聞いてもらえればいいと思うし、今回のこれが参考になるかどうかは分かんないですけども、でもイメージとしてはやっぱ野球のイメージだったりとか、結構ね、なんか他の球技に通ずるものってバドミントン多いと思うんで、他にも教えてほしいこととあればね、コメント欄に書いてもらえれば、またリクエストに答えさせてもらうんで、プッシュとかプッシュレシーブとか、スマッシュレシーブとかについてちょっと聞きたいなとかあれば、何でも聞いてもらえれば答えていこうかなと思います。全然ね、僕よりもすごい指導者は全然いろんなところにいると思うんでね、いろんな人の意見を聞きながら、この人の意見がいいなと思ったものを厳選して使っていけばいいんじゃないかなと思うんで、何かのね、誰かの参考になればいいなと思ってこの動画を出しましたんで、今後ねまたこういう動画が出たらぜひともね見てもらえればと思います。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。